を浴びることで体内時計が毎日毎日調整されていくので、光が入ってきてしまうと脳が起きてもいいっていうふうに思ってしまうので、遮光カーテンをして隙間も防いでいただくになります。で、外出した時には抱っこひもだとカバーをかけてもらったりとか、ベビーカーだとシェードをやって、十分昼寝をしていないと脳が疲れすぎてしまって、ストレスホルモンのコルチゾールという分泌が過剰にされてしまうんですね。ハイパーテンションになってしまってなかなか寝てくれない。できればじゃなくて必ず真っ暗がいいっていう感じですね。そうですね、遮光カーテンとか、あとは遮光カーテンでも隙間から上から出てしまう光とか、下からとか横からっていうのも全てシャットアウトしていただきたいですね。なので私の家とかはクリップとかで留めたりとかですね、上に布をかけたりとか、下にクッションを置いたりとかしてシャットアウト。